ニコラス・ブラボ、ニコラス・ブラボルエダは、メキシコの政治家、保守派の政治家として、サンド大統領の座に就いた。ブラボは1786年9月10日、ゲレロ州、チチカルコにて生まれた。メキシコ独立革命時には、ブラボは、ホセマリアモレロスの下で、革命派として従軍した。1813年のチルパンシンゴでの議会では、防衛を担当した。 1817年、王党派によって彼は捕らえられ、1820年まで出国できなかった。彼は、イグアラ公領に同意し、革命派のグアダルーペ・ビクトリアとビセンテゲレーロ、それに、元王党派のアグスティンデ・デイトルビデの3派の連合軍であるトリガランテ軍に加わった。イトルビデが皇帝に即位すると、ブラボは反対派の軍をオアハカ州で組織し、プエブラから、 メキシコシティまで進軍した。メキシコ帝国が崩壊すると、ブラボは、初代メキシコ合衆国大統領、グアダルーペ・ビクトリアの下で副大統領に就任した。当時、政界にはスコットランド派とヨーク派の二つの派閥があり、ブラボはスコットランド派の総帥だった。この両派は、対立を深め、1827年、ついにブラボは、反乱を起こしたが鎮圧され、 エクアドルに追放された。ブラボが帰国したのは1829年のことだった。以後、ブラボは保守派として正解で活動し、1839年7月10日から1839年7月19日までの10日間だけ、アントニオ・ロペスでサンタ・アナの後を受けて大統領に就任した後、アナスタシオブ・スタマンテにその座を譲った。 ついで1842年10月26日にサンターナから政権を受け継ぎ、1843年3月4日にサンターナに政権を譲った。そして1846年7月28日にマリアーノ・パレデスが辞任したのを受けて、1846年8月4日間で大統領を務めた後ホセ・マリアーノ・サラスに政権を譲った。 米北戦争が始まると侵略軍に抵抗して戦ったが、1847年9月13日にジャプルティペクの戦いで捕虜となった。1854年4月22日、彼はチルパンン攻にいて亡くなった。メキシコ市 P111 白水社、フランソア・ウェイミュレール町、染めた秀富士、篠原愛人役1999年5月31日。 ありがとうございます。